VR の部屋。 VR ヘッドセットピコ4ハードウェア編。2023年3月、昨年末に発売されたスタンドアローン型の VR ヘッドセットピコ4を今更ながら衝動買いしてしまいました。すでに持っていた PSVR と比べても性能面や使い勝手の面で満足度は確実に上を行っています。想像の遥か先へというコピーは大げさだなとは思いましたが、実際に使ってみると新たな感動ポイントがいくつもあり、これは良い買い物をしたなぁと思っています。ざっくりとハード的なところを見ていきます。まず気になる重量ですが、今までの PSVR のヘッドセット部分を計測すると約 631g でした。レンズ部分の幅は固定式で、ソフト的に瞳孔間距離を調整する方式です。ピコ4のヘッドセットの重量を計測します。バッテリーを含めても約 612g とPSVR よりも軽量にできています。瞳孔間距離を調整する方式はレンズ部分を電動で物理的に移動する方式です。バッテリーやスピーカー、トラッキング用カメラ4つ、カラーパススルー用カメラ、冷却用のファンまで内蔵されています。にもかかわらず全体にコンパクトに軽く仕上げられているので PSVR よりスマートに感じます。並べて比較すると明らかにピコ4の方がレンズが大きいことがわかります。 PSVR はおでこで全体を支えて、ディスプレイ部分はほとんど圧を感じないので付け心地は良好でした。ピコ4はゴーグル部分全体で押さえつけているため、ちょっと頬骨あたりが気になります。そして購入決め手の一つとなったオプションとして、近視調整用の専用レンズがあります。ジーンズのオンラインショップのみで購入できるというピコ4専用のレンズが用意されています。これでメガネフレームや鼻パッドを気にせずにヘッドセットを快適に装着できるようになります。通勤途中にジーンズの店舗があるので、会社帰りに視力を測定してもらいました。また今かけているメガネ自体の計測もしてくれました。この時は若干乱視の補正が必要な測定結果が出ましたが、結局普段使いのメガネと同じ設定でオンライン注文しました。レンズの装着はマグネット式になっていて、位置合わせが基本不要なので楽ちんです。レンズ込みだと 635g となって若干 PSVR より重くなってしまうけど、実際はメガネをかけなくて済む分だけ軽くなるので、まだまだ軽いと言えます。こちらはメガネスペーサーとパッドを取り外した状態です。バンド部分が大きく跳ね上がって装着しやすいようになっています。メガネスペーサーなしでもレンズアタッチメントとまつげが干渉するようなことはなさそうですが、念のため装着しています。マグネットで所定の位置に収まり固定されるので簡単です。ちなみにコントローラは左右それぞれで単三電池2本を使い、トータルで 359g で軽すぎず重すぎずといった感じです。タッチセンサーも入っているのか、ボタンに触れた状態と押し込んだ状態を識別できているようです。コントローラ位置のトラッキングもかなり正確で驚きました。内蔵スピーカーですが、バンドと平行に手口が向いているせいか、耳の穴に直接届いている感じがしません。サイズやスペースの割にしっかりとした音が鳴っていると思うので、ちょっともったいないです。ということでちょっとした追加パーツをモデリングしました。これはフュージョン360でモデリングした最終バージョンで3つ目に作ったものです。スピーカーの出口にかぶせて音の向きを下方向に変えるためのダクトです。せっかくのオリジナルデザインはできるだけ崩さないようにしました。こちらは最初に作ったもので、ダクトではなく少し溝を作っただけのものです。
あまり効果がなかったのでボツです。そしてこちらが2つ目に作ったもので、長さを短くしてダクト状にしたものです。効果は多少ありましたが、角がこめかみに突き刺さる感じになって痛かったのでボツです。そして最後に作ったのが、余分な角を斜めに削ぎ落としたバージョンです。ちょっとしたパーツですが、多少音圧も上がって音が良くなったように感じます。これが2つ目のものとの比較です。これが1つ目のものとの比較です。USB Type-C ケーブルですが、こちらが付属のもので、かなり短いです。給電しながら使いたい場合には短すぎるので、別途 2.7 メートルのものを購入しました。そして、もう1本、3メートルの USB 3.0 ケーブルも購入しました。こちらは PC と有線接続で、高速データ転送する際に使用します。先に購入したケーブルが、高速転送に対応しているか怪しかったので、USB の規格が多すぎて対応状況がわかりづらく、また商品説明に書いてあることも、どこまで信用できるのかわかりません。こちらのケーブルの Type-C コネクタは L 字になっていて、比較的すっきりと収まります。せっかくのスタンドアローンにケーブルをつけるのはナンセンスなところもあるので、必要に応じて付け外ししようと思います。本体のレコーディング機能を使って VR 映像を録画しています。これは動向感距離の設定画面です。値を変化させるとレンズが左右に動くのを感じます。ただある程度人間側が補正しているのか、値を変えても極端に見え方が変わることはありませんでした。ジーンズで計測してもらった 63.0mm という値をここでは設定しておきます。ヘッドセット本体を軽く2回叩くと、カラーパススルーで部屋の様子が確認できるようになります。単眼カメラで平面的に見えるので少し違和感がありますが、いちいちヘッドセットを外さなくても外界を確認できるので便利です。拡張現実的な用途でも使えるようなので、今後の応用が楽しみです。ちなみにこのように物が多すぎな部屋には VR は向いていないですね。続く